はい、ということでですね、今日もですね、表見知事選、だからね、斉藤元彦とかについてですね、で、今日ですね、何やるかっていうと、もう今日ちょっとですね、泉房穂特集になっちゃいました、これ。本当これちょっとですね、ちょっとだけ泉さんの話入れたかったんですけど、ただこれが、もうね、出るわ出るわで、もうそうなっちゃったんですよ。で、何やるかっていうと、例えばですね、泉房穂、とうとう、自分の失言とかも全部ですね、全部、テレビのせいにし始めるとかあったりとか、あとですね、これね、そしてこれね、一番見てほしいのが、これがですね、結局ですね、実はですね、黒幕は、なんとこれがですね、泉房穂だったんじゃないかっていう、そういったですね、まあ、そういった証言が相次いでるんですよ。だから今日はですね、特にこれ、後半見てほしいですからね。はい、ということで始めていくんですけれども、まずですね、泉房穂のテレビと斉藤知事への手のひら返し、これがね、限界突破ってやつです、これ。まずこれね、前に紹介しましたね。これです、これ。あ、だからね、見た人は飛ばしてってください。1分ぐらいなんですけど、これからですね、泉房穂が、急にですね、これ、斉藤知事が当選して、いきなりですね、テレビをね、テレビ側を攻め始めたんですよ。すごい攻撃してるんですよ。こんな感じです。そうしたらまさかのっていうね、そんな展開です、これ。こんな感じ。太郎ちゃん、テレビとかも受け止める必要がありますよ。はい。では、やっぱ SNS に負けたんですよ、テレビは。はい。下さんどうぞ。いや、泉さん、一つお尋ねしたいんですが、泉さんがテレビで発言されたことに対してご自分の責任は感じられないんですか？感じています。だから私は昨日直接斉藤さんにお詫びもしました。だからこの番組でも一面的な見方であったことはちょっと思っています。はい、過激な発言かなりされたこともあったと思うので、それでテレビの罪だなんだって、はい、自分は関係者じゃないみたいな言い方っていうのはちょっとおかしいと思うんですけど。いや、自分も関係者です。自分を含むテレビが信用されなかったということですから。はい、もうそのテレビ、SNS についてはうん、はい、話にこれからやっぱりその真偽不明の状況ですよ。これ何度見ても面白いですよ。何度見てもこれね、だから自分はさもね、斉藤知事を責めてなかったかのにね、テレビを急に責め始めるっていうね、そうしたらお説教食らうっていうね、面白すぎるだろうって。で、そしたらこれがさらにですね、なんとこれ今朝ですね、泉房穂こんなツイートしました。こんなツイート、またって感じです。こんな感じ。テレビ出演について、テレビ局から出演オファーがあればこれまでは可能な限り日程調整をしてきたが、これからは選ぶようにしていこうと思っている。最近のテレビ報道のあり方には何かと思うところがあり、テレビ局の関係者にもはっきりと言っておきたい。それで断られても構わない。てんてんてん。なんかね、文章的にはまあ正しいかもしれないですけど、ただなんかね、これやっぱりですね、テレビが悪くて自分は悪くないみたいに聞こえてしまいますよね。だからこれどんなポジションなんだってよね。これね、なんだったら自分はですね、テレビに言わされていたぐらいですよね。そんな感じですよ、本当ね。すごいなってよね。でもこれ確かにね、テレビにも問題があるんですけれども、ただこれはね、こうテレビの問題じゃなくて、この人の問題があると思うんですよ。泉房穂にね。だって泉房穂っていうと、もうね、テレビとかじゃなくても、斉藤知事当選前っていうのはこんな感じでしたよ、こんな感じ。SNS 上で、斉藤知事をいじめるなとの声が上がっており、質問的な口調が反感を招いていることも理解はしている。ただ、現に人が亡くなっているのであり、不問に伏すわけにはいかない。権力とは怖いものであり、その自覚なき者に権力を持たせてはならないと思っている。って言ってるんですよね。あとですね、これね、前紹介したこんなのも言ってましたよ、こんなのも。兵庫県民の一人として、兵庫県内で暮らしていると、斉藤知事頑張れ、などという声はほとんど聞かない。兵庫県民としてどうのこうの出てますけれども、ただこれね、このツイートにリプがついて、もうすぐにですね、すぐにこれだったんですよね。当日ぐらいです、これ。こんな感じ。これ映像だったんですけれども、だからね、ものすごい支持を受けてる映像だっていうね、これついたんですよね。そして、あとですね、これね、まあ、どっちが悪いとか言わないですけども、泉さんっていうと、これ、前から斉藤さんと仲が悪いんですよね。例えばね、こんな感じです、これ。指摘されてます、これ。泉房穂に騙されるな。泉房穂は2年前から姑息な方法で斉藤さんが悪いかのように印象操作していたって言われてて、で、そこにね、画像が添付されてるんですよ。それが、こんな感じ。だからね、泉房穂の2年前のツイートなんですけれども、防災や福祉をいきなり廃止とは、てんてんてんってやって、そこにね、画像が添付されてるんですけど、それがこんな感じ。だからね、これ、廃止したやつですね。だから、斉藤知事が廃止したものですね、これね。こんな感じ。防災、福祉ってありますね。だからこれらをいきなり廃止したって言ってるんですよね。で、ただこれについて、さらにリプがつくんですよ。それがこんな感じ。廃止理由は、予算決算の乖離、資料の一部分を切り取った意図は。だからね、泉房穂が切り取ったって言ってるんですよ。どこかっていうと、さっき見せたね、なんか、防災、福祉ってやったやつか、その右上にこんなのあったんですよ、これ。ここです、これ。こんな感じ。右上に、この部分です。43って書いてあるところ。予算決算乖離により廃止するものってあるんですよ。だから、これが理由だって言ってるんですよ。だからね、単に廃止というか、予算決算乖離により廃止だから、例えばですね、まあ、いろんなパターンあるんですけども、例えばこれ、予算を
与えてたけれども、ただそれをですね、使わなかったとか、それで、じゃあ配信するかとか、あとですね、まあ、いろんなパターンあるんですよね。あとね、同じようなことを、そのね、別部署でやってたから、だから配信した。まあ、そういった声を見かけました。そういった声があったっていうね。まあ、ちょっとね、細かくわかんないですけれども、まあ、でもこれね、配信の理由を泉不祥が隠してるぞと言われてるんですよね。ただね、これ、細かく見ないとわかんないで、ちょっとね、なんとも言えないんですけども、まあ、あとですね、泉さんは、このね、廃止とかについて、こんな感じで怒ってるんですよ。こんな感じ。兵庫県内の各市町村宛に、兵庫県の担当部長からの通知、兵庫県内の市長や町長を呼びつけておきながら、兵庫県サイドは、選挙で選ばれてもいない副知事が対応って怒ってるんですよね。だからね、まあ、だから、知事を出せ。知事を出して説明しろって言ってるんですよね。でもこれね、もしかしたら本当にですね、必要なものも斉藤知事が削ってしまってですね、で、それに対してね、満足に市長たちに説明をしてない可能性もありますけどもね。だから斉藤さんの説明不足の可能性もありますけどもね。で、あとですね、これね、斉藤さんですね、当時赤石市長だった泉さんを着信拒否にしてますよね。これね、出ましたよ、噂がね。あれね、本当なんですよ。斉藤さんが認めてました、これはね。で、ただこれね、泉さんっていうと、まあ、これね、市長時代にこれですからね、部下にこんな感じ。すまんで、すまんだ、女も。すまんで、すまん、女も。立ち退きさせてこい、お前らで。拒否つけてこい。7年間何しとってん。ふざけんな。何もしてないな、7年間。お金も提供せんと。楽な商売じゃん、ほんま、お前ら。すまんで、すまんだ、女も。拒否つけて捕まってこい、お前。ぼやすまん。ふざけんな。一点で壊してこい、今から、建物。損害会社、個人でおい。当たり前じゃ。まあ、ただきっとですね、泉さんもこれについてね、言いたいこととかね、たくさんあったと思うんですよ。まあ、だから例えばね、これ言ってる相手が、よっぽど手強い職員だったとかね。まあね、まあそれでもね、火をつけてこいはやばいんですけどね。泉さんね、弁護士ですからね。ただこれね、まあちょっとこれ、聞きようによってはね、面白いんですけど、市長がね、立ち退きしてもらえないんだったら、もうね、火をつけてこいとか言ってんですよ。ちょっとね、市長ギャグというかなんか面白いんですよね。でもこれきっとね、泉さんも何かをね、こう、強烈に変えたいと思ってやってたんだと思うんですよ。でもね、だったらこれね、今回ね、泉さんが一番ね、斉藤さんを擁護してあげたらよかったと思うんですよね。まあ、ただこれね、でもこう前提として嫌いだからしょうがないのかっていう。にしてもこれね、泉さんって言うとおかしいぐらい斉藤知事ね、攻めてましたからね、すごかったですよね。はい、そうして、ここからね、次の話なんですけど、ただね、泉房夫。これちょっとね、びっくりしたんですよ。で、これね、まあ、次の話って言っても泉さんと斉藤さんの関係なんですけど、これがですね、なんとこれ、斉藤さんね、当選しましたよね。で、そのですね、斉藤さん当選後に、今ですね、一番言われてる問題。これがですね、やっぱりね、テレビの偏向報道と、そしてもう一つがですね、百条委員会の結果を待たずして、不信任決議を出してしまった、県議たちの責任なんですよね。だからね、知事が本当に問題あることをしていたのか、調べる百条委員会ですよね。それがね、行われてるんだから、だからね、その結果、結論を待ってからですね、待ってから知事を辞めさせる不信任決議をですね、県議たちはね、出すべきだったって、結構ね、今言われてるんですよ。すごい言われてるんですよね。で、これね、まあ、なんでかっていうと、理由はね、いくつかあるんですけど、やっぱり一番はですね、知事をね、辞めないといけないほどの出来事が、まだね、何もこれ、事実認定されてないんですよね。で、今ですね、百条委員会されてるんだから、そこで事実認定が、もしくはね、まあ、事実認定されるか、もしくはですね、否定されるか、それで不信任決議するべきだったって言われてるんですよね。そして、あともしですね、もし、まあ、てかね、今ね、その通りになってるんですけれども、もしこれね、斉藤知事が当選して、その後に百条委員会の、まあ、続きをしてですね、まあ、続きしてるんですけどもね、そこでもしですね、黒になったらどうするんだってあるんですよ。だからね、また斉藤知事をですね、不信任決議して、で、選挙するのかとかあるんですよね。そういった問題があると。で、あと他にはね、今みたいに、これ、百条委員会したいじゃないですか。百条委員会で斉藤知事側をいろいろね、問いただしてる、責めてるわけじゃないですか。でもね、その斉藤知事ってのは、つい最近県民から支持を受けて当選した人じゃないですか。だからそうなるともうちょっとよくわからないとか、微妙じゃないですか、微妙。だからね、だから今ですね、百条委員会してる途中で不信任決議したのはおかしいってね、まあ、県議たちはね、間違ってことをした、みたいに言われてんですよね。まあ、これね、なんでこんなことになったかっていうと、やっぱりこれね、マスコミが作った世論の圧に負けて、で、不信任決議をしたと思うんですよね。まあ、そういったことだったと思うんですよ。でもね、そしたらすごいのがですね、これ、なんと、この問題。だからね、百条委員会やってんのに途中でね、不信任決議出したこの問題です。なんとこれね、まあ、黒幕がいたってよね。それね、まあちょっと見てください、これ。なんと、こんなのです、これ。早すぎた不信任案の提出ですが、あれは、泉房夫さんが兵庫県連合を焚きつけて、不信任案提出に持っていったと、県民連合の県議から聞きました。それを察知した維新が、我先にと不信任案提出を決め、自民党も出ざる得なくなったと聞いてます。仕掛け人は、泉さんのようですね、最低だわって言われてるんですよ。これね、だから、まさかの、これ、もう、大元、これ、真の問題ってのが、泉さんが黒幕というか、仕掛けてたかもって感じなんですよ。
で、そしたらこれね、これが、なんか本当な感じなんですよ。もうね、すごい出てくるんですよ。これがまずね、こんな感じこれ。これね、左上見てください、左上。だからね、普通にこれ自身の YouTube チャンネルなんですよね。そこでこう言ってんですよ。本人が辞めないのであれば、不信任決議手続きしましょうよ。という呼びかけをしてるつもりです。だから、やってるって言ってんですよね。さらにこんなのも。東京新聞での連載スタートのご案内、泉房穂の直言と題して、G ネタに関するコラムの連載を始めることになりました。今回はその第1回で、表現知事問題を取り上げている、モンスター知事に不信任をお読みください。だからね、連載記事でも言ってるっていうね。で、まだまだあって、こんな感じ。知事が自ら辞職しない場合に辞めてもらう方法は、1、有権者66万人以上の署名を集めてリコールするか、丸2、県議4分の3以上の賛成での不信任決議の可決しかない。辞職の申し入れでは法的な効力はない。県議会を全会一致で不信任決議をって言ってるんですよね。まあ、その通りになりましたね、その通りに。で、まあ、ただね、ただちょっとフォローというか、まあ、もしかしてですけれども、例えばこれね、まだこれ、100条委員会の話がね、なかった時だったりとかして、今の発言ってね。もしくはこれ、100条委員会が終わってから不信任決議しようって、まあ、そういった意味かな、そういった意味なのかなと思ったりとかしたんですよ。そしたらこれが、こんなのありました、これ、こんなの。丸尾脇議員、ご活躍を応援しておりますが、100条委員会と不信任決議は矛盾するものではなく、100条委員会は継続可能ですし、たとえ議会の解散となっても、改めて100条委員会を再設置すればいいのではないでしょうか。事態の早期打開と真相解明は両立可能だと思いますが、てんてんてんって。まあだからはっきりとですね、もうね、途中でいいからやっちゃえって言ってんですよ。何のフォローもできません、これは。だからね、なんでこんな人が他のテレビとかですね、他のテレビとか他の人ですね、あの温度で批判できるのかっていうか、すごいなっていうね。まあだから、かなりやばいですよね。まあだからね、イテムフサオが斎藤卸の表の黒幕というか、まあ表だからね、黒じゃないかもしれないですけど、幕なんですよ、幕なんですよ、これ。そして、あとですこれね、泉房穂について、まあ、こう言われてました、これ。こんな人だって風に。泉房穂、斎藤知事を叩いてたら、旗色が悪くなってきたので、今度はテレビを叩く。斎藤知事に謝罪したら、従来のファンに嫌われてしまったので、西村康稔氏の支援などで従来のファンに失望されていた、丸谷市長を叩く、といった感じで、場当たり的に誰かを叩くことで、好感度を取り戻そうとする習性がある。って言われてるんですよね。ちょっと面白いですよね。まあ、これね、泉房穂は去年ですね、明石市長を辞めるときにですね、後継候補として、丸谷里子さんって人を応援したんですよ。今ね、出てきましたよね。でもそれが、今その人を叩いてるんですよ。なんでかっていうと、この間の衆議院選挙で、そのときですね、丸谷さんが、自分が嫌いな、泉房穂が嫌いな、西村康稔の応援に行ったんですよ。それで今度はですね、丸谷叩き始めてんですよね。すごいですよね。もともと応援してて明石市長になったのにね、今度はね、そのね、丸谷さんを叩き始めるってすごいなっていうね。多分これ、泉さんっていうと、こう、テレビとかメディアを使って人気を得てですね、で、次にね、何かこう、政治でしたいことがあるっぽいんですよ。したいことがあると。例えばですね、新党立ち上げとかね。まあ、というのもね、ちょっと前にこれ、テレビについてすごいね、文句を言ってたんですよ。でも、そこにですね、だけれども、自分はまだテレビに出なくなるわけにはいかないって言ってたんですよね。まあ、そうツイートしてたんですよ。だからね、テレビを使ってもっとですね、全国的に自分のね、知名度をね、上げたいんだと思うんですよね。多分政治のために。でもね、にしてもすごくて、これ、泉さんっていうと、2年前。だからね、まだね、明石市長時代ですよ。その時のツイートっていうと、もうすごい、かなりすごいテレビ批判とかすごいんですよ。多かったんですよ、そういうのがね。でもね、それが今ですね、市長辞めてからのツイートっていうのは、もう連日、どこどこに出ますとか、そんなバカなんですよ。でね、これ例えば、どこどこに出たとか、こんな感じとか、すごいね、楽しそうですよね。ラジオですかね。で、あとこんなのもこれ、テレビですね、きっとこれ。そして、あとこんなのもこれ。だからね、4ちゃん TV ってありますよね。だからテレビの食堂とかですかね。なんかすごい美味しいって感じですよね。こんな感じ。だからもうちょっと芸能人でしかないんですよ。すごい楽しそうなんですよね。で、こっからね、いきなり今回ね、テレビ批判ですからね、どうなのかっていうね。まあね、今後のやりたい政治のためだったかもしれないですけど、だけれどもですね、ただね、そのためにしても、もうポジショントークがすごすぎて、もう逆に今ですね、誰からも支持をね、得ないんじゃないかってね、そんな結果っていうね。ちょっとだからね、うまくテレビを利用できなかったんじゃないかっていう。まあにしてもほんとこれ、テレビラジオに出てて、すごい楽しそうでしたけどね。はい。ということで、今日はね、こんなとこなんですけど、ちょっと最後にね、おまけ、全然別のニュース、ちょっと面白かったで紹介したいんですよ。これ何かっていうと、最近ですね、三菱 UFJ 銀行の貸金庫から、60人分、合計ですね、10億円ぐらいの金品が盗まれたんですよ。で、そのね、盗んだ犯人っていうと、なんとこれがですね、三菱 UFJ 銀行の貸金庫を管理してた、そのね、社員だったんですよね。まあ、そういった事件があったと。で、この事件について、堀江門がですね、ちょっとね、面白かったんですよ、言ってることが。何かっていうと、まずこれですね、銀行の貸金庫っていうと、これね、保留もね、使ったことないんで分かんないって言ってましたけど、多分これね、まあ、コインロッカーみたいに使ってたらですね、いくらのものが入ってたのか、銀行側もよく分からないんですよ、きっとこれ。だからね、そうなると、これ、盗まれましたって言ったら、もうね、
言われた通りに言いなりになるしかないのではって言ってて、ちょっとね、面白かったんですよ。で、あと言ってたのが、これ例えばですね、仮想通貨のね、ペーパーウォレットについてでしたね。これね、何かっていうと、超簡単に言うと、これ、仮想通貨のね、ID、まあアドレスなんですけども、そういったね、ID みたいなものとパスワードを紙に書いて保管しておくものなんですよ。で、それがなくなったらね、もうやばいんですよ。だからやばいから貸金庫とかに、ね、その書いた紙を入れておくんですよね。あ、これね、ちなみに、ペーパーウォレットにするメリットっていうと、だからね、ネットとかでハッキングされないんですよ。だって紙ですからね。で、まあね、今言ったように、その紙切れっていうとすごい大事だから、貸金庫とか入れるんですけれども、銀行とかのね。だからね、それがもしなくなった場合とかって、仮想通貨もね、数億円とか、下手したらもっとですよね。だからね、そんな場合ってこれね、絶対これね、銀行の人なんて、中身がね、いくらの仮想通貨なんか知らずに預かってるわけじゃないですか。だからこれね、盗まれたらね、どう保証するんだって言ってましたね。ちょっと面白いなと。まあ、だからね、銀行の貸金庫っていうと、一番安心だけれども、ただね、亡くなった場合、実はやばいってよね。あとこれね、この件で面白いのが、これね、ニュースとかで報じられてるんですけれども、ただこれね、盗んだ時はこれね、盗んだ人ってのは、現役の貸金庫を管理してる社員だったんですよ。さっき言いましたけれども。でもこれね、お金を預けてる銀行で、そこの人が盗むなんて、まあ、これだからね、超最悪の場合、すごい信用問題だから、だからみんなですね、銀行から、その銀行からみんなね、お金を引き出す、最悪ですね、まあ、取り付け騒ぎとかになっちゃいますよね。だから今ね、これニュースとかでは、なるべくですね、元社員って表現してるんですよ。でもね、元社員になったのはすごい最近だからね、バレてから解雇されてるだけなんですよね。ちょっとね、そのね、報じ方ってのは面白いなと思いました。これは、はい、ということで今日はですね、こんなところでございます。